おっと、と、と。ギリギリセーフ、ちゅうやつやな。ご褒美に冷蔵庫にあったプリン一個もろて。最後の一個やんな。やりーって、なんや俺まで高校生みたいな扱いやな。まあ、寮長業が板についてきたようで何よりやけど。どこでもいいだろ。お前には関係ない。最近いつにも増して反抗期やな、あの坊ちゃん。いずれ俺は事務所を出ていく。だからもう貴様の世話にはならない。そうやったそうやった、俺も用事思い出したわ。ほな、あとは頼んだで、寮長。リク、今日のダンスのアレンジいつもと雰囲気違ってたね。あんなパフォーマンスもできるなんて、やっぱりリクはすごいな。ウインクもバッチリ決まってて、サーモンピンクの恋心な感じだった。鏡の前で練習してた甲斐があったね。練習なんてしてないし、何適当なことを言ってんだよバカ。はい、次は初めてカメラの前での仕事なので、見せ方ももう少し特訓する必要がありそうですが。明石、いいから早く飲み物取ってそこどいてよね。俺も喉渇いたの。ああ、すまん。リクのも取るよ。あれ、食器棚の中片付けたんですか？なんか物が減ってますけど。誰かが私物を片付けたんですかね。プロデューサーさん、なくなってる私物ってもしかして上条さんのじゃ。断捨離にしては思い切り良すぎかもね。言ってくれれば僕が作ったマグカップあげたのに。どう考えてもいらないだろ、あんな前衛的なもの。第一ちゃんと使えるわけ？もちろん。あ、リク、お試ししてみる？しない。やっぱ忘れ物。はあ、雨降ってんだし早く出ないと遅れんだろ。ピーちゃん、俺の部屋の机の上にある封筒取ってきてくれない？お願い。ねえピーちゃん、俺のジャージどこ行ったか知らない？
この間のテストでまた赤点取っちゃって、いくら進学校じゃないとはいえ、このまま赤点が続くなら芸能活動も少しセーブしろって先生が。Bちゃんに学校に来てほしいって。賛成した。だからあれほど机に迎えと言っただろう。デビューして数ヶ月、早くも1名活動休止と週刊誌に乗りたいのか。そんなことで話題にでもなったら面汚しもいいところだな。門に切るぜ、Bちゃん。プロデューサーさん、お忙しいところ申し訳ないのですが、一つご相談が。プロデューサーさん、それは？全ユニットでですか。はい、あのそのフライヤー1枚いただいてもいいですか。俺が歌をこのステージに立たせないと。シルバーステージデビュー、せめてそれだけは。やっぱ、いやー、一件落着してよかったー。おすすめの唐揚げ屋さんに連れてくから、サモンの監視をつけるのだけは勘弁して。あいつのスパルタスイッチオンにしないで。
ってって浜見ヶ丘周辺は俺の庭だもん。昼休みに美月とブラブラしたり、帰りに美月と買い食いしたりするから、そん時に。ああ、違う違う、これは美月のやつ。さっきメッセージ送っておいたから、もうそろそろこっち来ると思うんだよな。ゲク！プロデューサーさん、こんなところでどうしたんですか？お疲れ様です。途中までですけどね。せっかくの梅雨の晴れ間なので、考え事をするにはちょうどいいかなと。高峰さんって今はゴールドステージにいるアイドルに歌詞を提供してる人ですよね。実感湧きません。そうだといいんですが。プロデューサーさん、歌なんですが、最近やっぱり変というか、なんというか、あまり寮にもいないみたいですし、夜遅くに部屋で物音を立てている時もあって、何をしているのか。プロデューサーさん、歌は。そう、そのつもりだ。大丈夫、迷惑はかけない。落ち着いたら一度帰ろうと思うんだ。ごめん、一旦切る。またかけ直すから。ウタ、こんなところで何をしているんだ？それはこっちのセリフだ。ここなら一人になれると思ったのに、まさかこんなところにまで湧いて出るとはな。帰る。思い上がるな。俺はあの場所を自分の居場所と思ったことはただの一度もない。俺には俺の用がある。戻りたければとっとと戻ればいいだ。ウタ、寮で待ってる。ちゃんと帰ってきてくれ。ありがとうございます。何の手紙でしょう？はい、パーティーの招待状。
隠し家が集うパーティーがあるそうなんですが、よかったらそこに顔を出さないかと。どうして俺に。なんだ創造師ゲン、何ほうけた面をしてる。ウタ、いや、そのは、そのよかったら一緒に来てくれないか、ウタ。俺だけじゃ。ふざけるな。それはお前に当てられたものなんだろう。一人で行けばいい。作詞家組合がなんだ。そんな視野の狭い連中の集まるところに行って、俺に何の得がある。まったく、どいつもこいつも見る目がなくて笑えてくる。高いの無理、息苦しい。わかるわ。あと1ヶ月近く梅雨が続くとか、マジで無理ゲー。はい、任せてください。お疲れ様でした、プロデューサーさん。ここなら一人になれると思ったのに、まさかこんなところにまで湧いて出るとはな。ウタ、寮で待ってる。ちゃんと帰ってきてくれ。ウタ、待ってくれ。一体何をしようとしてるんだ。ゲン、お前にここへ来いと言った覚えはないが。すまない。でも、俺も一緒に話を聞かせてもらえないか。その必要がどこにある。ずうずうしいのは分かってるんだ。でも、ウタの様子が気になって。昨日の夜遅くに、段ボールを部屋に運び込んでいたのを見た。何をしようとしてるんだ。聞きたければ好きにしろ。どういうことも何も、そのままの意味だ。ポンコツ事務所の薄野呂プロデューサーで、文字くらいは読めるだろう。
メだ、ウタ。頼むからそんなこと言わないでくれ。ウタには才能があるって自分自身でも分かってるはずじゃないか。その才能を何度も無駄にはさせたくない。俺はウタをデビューさせたい。別にお前がいなくても俺はデビューできる。そうじゃないんだ。お前に言われなくてもアイドルを目指すことはやめない。プロになって俺の実力を世間に知らしめてよ。そのために俺はここを出て別の事務所に。移籍先はもう決まってる。あとは貴様らが手続きを済ませさえすればそれで終わりだ。どうしてここじゃダメなんだ。ここにいたんじゃ俺の才能は死んだも同然だ。お前も俺の実力を分かっているな。不思議には思わないのか。なぜここまでデビューを後回しにされる必要がある。それはここの連中が俺の才能に気づけない能なしだからだ。もう俺がこの事務所にいる意味はない。そんな理由。黙れ。貴様と話している時間はない。俺はここを出ていく。出ていくってどこに行くんだ。もうお前にも関係ない。あとは勝手にやってろ。ウタ！プロデューサーさん、俺が行きます。プロデューサーさん。行かないでくれ、ウタ。ウタが出て行ったら、俺は罪を償えない。俺がやらなきゃいけないのに。ウタのやつ、あれから帰ってきへんな。原神は大丈夫なん？追い打ちをかけるようで悪いねんけど。ほい、書類が2つ届いとったで。どっちから見るかはプロデューサー次第やね。ああ、芸能プロダクションや。ユタ、あいつほんまに辞める気なんやな。これ移籍先の事務所やろ。ここの事務所最近ようランキングにも入ってるから、ウタはそれで目つけたんかもしれんな。高知に本社を構える事務所や。数年前に東京にも進出してきたらしいし、調子ええんとちゃうん？無理やで。俺らはほんまもんの保護者でもなんでもないんや。本人の意思に関係なく強制的に連れ戻す権利なんてこれっぽっちもあらへん。まあ
向こうの事務所が歌を拒否すれば話は別やけど。トニオ、いつまで二人でレッスンすればいいんだっつの。いやほら、昨日はあっちゃんいたじゃん。その前の前の日はそうちゃんもいたしね。はあ、はい、ご心配なく。歌のことでですよね。確かに初めはパーティーなんて行く気分にはなれませんでした。歌を迎えに行こうかとも思ったんですが、それではいつものように歌を余計怒らせるだけです。どうしても俺が歌をデビューさせないといけないんです。それが俺にできるせめてものことだから。でも歌がいなくなってしまったらそれすら叶わなくなる。どうしたらいいかわからなくなった俺に、明石さんと綾崎が言ってくれたんです。いつ歌が帰ってきてもいいように、お前はいつものお前でいろ。お前までぐらついてたら歌が戻ってきてもすぐに動き出せないだろうと。はい。みんなが変わっていくのを見て、ずっと僕たちも変わらなきゃいけないんだって思ってました。でも本当は変わったら僕たちじゃなくなっちゃう気がして不安だったんです。だけどいつもと変わらない明石さんや柳川さん、陸を見たらすっごくほっとしました。僕たちは僕たちのままで、見てくれる人はもちろん、自分たちも安心できるようなそんなユニットにはなれませんか。はじめまして、清水謙信です。ご招待ありがとうございました。歌は、その、作曲もしていたんです。楽曲作りにもすごくこだわりを持っていて、歌のことあまり悪く言わないでいただけますか。すみません、明日は学校もあるのでこれで失礼させていただきます。
プロデューサーさん、ウタの移籍決まったんですか？プリンスコートという事務所に移籍すると小耳に挟みました。いえ、気にしないでください。お疲れ様です。付き合っていただいてしまってすみません、コノさん。ううん、大丈夫だよ。それより来てくれてよかった。俺にはウタを連れ戻す術がありません。それはプロデューサーさんや社長に任せるしかない。でも何もしないで落ち込んでるのも違うと思ったんです。自分の知らないところで自分を認めてくれる人たちがいるのを知りました。やってきたことが何かにつながるなら、歌が戻ってきてくれるかもしれない。未来のために、俺は今自分にできることをやろうと思います。あのクソゴリラより多くレッスンできるかと思えば儲けもんだしな。お疲れ様です。付き合ってもらってすまない、薄い。ふっ、なんだよ、思ったよりマシな面してんじゃねえか。俺には歌を連れ戻す術がありません。それはプロデューサーさんや社長に任せるしかない。でも何もしないで落ち込んでるのも違うと思ったんです。自分の知らないところで自分を認めてくれる人たちがいるのを知りました。やってきたことが何かにつながるなら、歌が戻ってきてくれるかもしれない。未来のために、俺は今自分にできることをやろうと思います。はい、お疲れ様でした。上条、いつもあんなにレベルの高いパートを歌っているんだね。俺には精一杯だ。清水は偉いよね。取り乱すこともなく
きちんと周りを見て自分の役割を把握している。俺にはできなかったことだから。なんだか眩しいよ。ごめん、こんな状況で言うことじゃなかったよね。忘れてくれるかな。今野さんは何度かメンバーと。ああ、そうか。清水は知っているんだね。あの時の俺は自分のことで精一杯になっていたんだ。清水の考え方、俺は間違っていないと思う。だから上条のこと信じて待ってみよう。はい。おい原神、お前全然張り合いねえのな。え、いつもこんな感じなのかよ。歌みてえな絶好の勝負相手とユニット組んでんのに受け身じゃつまんねえだろ。ユニットなんて張り合ってなんぼだ。じゃねえとパフォーマンスも向上しない。思い出しただけで腹立つけど、あの胸クソゴリラがいつもそう言うから、俺も身に染みついちまった。歌と張り合うなんて考えたこともなかった。はあ？闘争心ゼロかよてめえ。つまんね。そういうものなのか。闘争心がないとつまらないと思うのか。あいつの性格なら思ってもおかしくないんじゃねえの。低レベルの連中の中でもてはやされても絶対不満たらたらこぼす口だろ。そうか、そうかもしれないな。プロデューサーさん、上条さん、あれからどうなったんですか？上条さんは移籍したがってるんですよね、うん、謝らないでください。プロデューサーさんがいろいろ頑張ってくれてるの僕知ってますから。だから僕、プロデューサーさんのこともほっとさせられるように頼もしくなります。ここにいるみんなと一緒にディアプロダクションを盛り上げます。上条さんが帰ってきたらみんなでちゃんとお帰りって言いましょう。だったら我らシラス隠密部隊が清水さんの学園生活をビシッと詮索してまいります。ます。なんでシラスで区切ったんだ。シラスハウス隠密部隊だと語呂が悪いからとかかな。聞こえるすか？クゼ隊員、クゼ隊員、そちらの様子はいかがすか？どうぞ。今席を取った。美月、どうぞ。忘れてるよ。え、ああどうぞ。こんな近距離にいるのにそれ必要か。楽しそうだしいいんじゃない。よし、綾崎隊員、あとを追う。二人は待機。了解。
どうやらおトイレだった模様。ハンカチはチェック柄です。どうぞ。着席して何か書き物の続きをしているみたいだね。さっきからずっとそうだ。宿題というわけでもなさそうだし。どうぞ。あ、また席を取った。次は教室移動か。よし、この隙に忍び込んで清水さんが何やってたか探るっす。何か痕跡はーっと。な、いった。真田くん、大丈夫？カバンの紐に足を引っ掛けて転ぶなんて、小説のワンシーンみたいだね。怪我はない？ふふ、はいっす。ん？あれ、原神の机から何か落ちたみたいだぞ。ノート？あ、これって歌詞？みたいっすね。一緒に挟まってるのは上条さんの楽譜？全部上条が持って出ていったと聞いたけど、残っているものがあったのかな。清水さん、ずっと歌詞を書いてたんすかね。何はともあれ、プロデューサーさんにご報告ですね。ウィッス。高坂です。想定よりも早くレッスンが終わりまして、迎えをお願いできればと思ったんですが。ええ、大丈夫です。ご足労をおかけします。というわけですぐには来られないそうだ。ま、いい、今回は仕方がない。おい、エゴリラ、何自分勝手に行動しようとしてんだ。エゴリラ？エゴイストとゴリラを足してエゴリラだ。そうか。おい貴様、今日のあの楽曲は何だ？ん？ああ、どこ見てんだてめえ。ん？何がウキウキサマーナイトだ。あんなくだらない曲を俺に歌わせて楽しいか。以前俺が書いて提出した曲はどうしたんだ。そっちを歌わせろ。何にせよ俺は自分の書いた曲を歌う。久しぶりに見たと思えば、うん、外でも揉めているようだな。イメージの押し付けがあの事務所の戦略というわけか。なんだあのヒゲ野郎、いいけすかね。プロデューサーと合流したらひとまず報告しておこうか。そうなんす、何ページにもわたって何回も書き直したような跡があって、楽譜はめっちゃ丁寧にノートに挟んであったんだよ。清水の気持ち、どうにか上条に届けたいですね。その話聞いたら、もしかすっと歌のやつもコロッと帰ってきたりしてな。ま、あの性格だとどこ行っても揉めそうだけどな。
よろしくお願いします、プロデューサーさん。僕たち上条さんのことを待ってますから。なぜこんなところにいる？なあ、ずいぶんとずぶとく粘ってくれたようだな。生成したの間違いじゃないのか？なんだそれは。やめた。もう曲は書かない。だから関係ない。あいつらがこれのイメージじゃないらしい。気づけばどこの馬の骨とも知らない奴が書いた歌詞がついた。そして見てくれだけの着せ替え人形みたいな奴らがその曲を歌ってた。俺だって何度もそう言った。あんな上っ面だけの歌詞を載せるために作ったんじゃない。量産型の歌声で奏でるために作ったわけじゃない。あいつは、ゲンはどうしてる？それは、はい、もしもし。プロデューサーさん、どうしたんですか？歌が。寮に戻れだと。今更何を言ってる。くそ、余計なことを。低能プロデューサーのくせに。俺はこの後、どうしたらいい？うた！ギュン。うた。よかった。お前、なんでここに？聞いたんだ、プロデューサーさんから。
全部聞いた。歌が寮に帰ってくるはずだと言ってたけど、どうしても素直に戻ってくるとは思えなかったんだ。この状況じゃプリンスコートには戻れないだろうし、きっと寮にも帰ってきづらいんじゃないかって、そう思ったらここに向かってた。そして歌を見つけた。分かったような口を。これ歌ってくれないか。俺の書いた曲。この歌詞、お前歌ってくれ。歌、これは俺たちの曲だ。一緒にデビューしよう。デビューしてくれ。ふざけるな。インクが滲んで見ないだ。あ、ごめん、傘を。いい、もう雨は止んだ。帰ろう、歌。どこに？寮に決まってるだろう。シラスハウスに、ディアプロダクションに、みんな歌の帰りを待ってる。ゲン、何をぼーっとしてる。帰るんだろ。ああ、分かってる。でも、もう一回だけこの曲を歌わせろ。別に、そういうわけじゃない。一刻も早く完成度を上げたいだけだ。じゃあ、もう一回だけこの曲を通したら、次はライブでやる曲を練習しよう。勝手に仕切るな。それよりゲン、お前ここのフレーズはもう少し声量を抑えろ。そっちの方が綺麗に聞こえる。お前の書いた歌詞もそういう内容じゃないのか。確かに。じゃあここのフレーズも少し抑え気味で歌ってみてくれないか。綺麗なメロディーだったから、歌詞も繊細な表現にしてみたんだ。ずいぶん言うようになったもんだ。いい曲にしたいから。さっきのところはもっと大きく踏み出した方がいいかもしれない。体格差を考えろ。図体のでかいお前を基準に考えるな。ちょうど俺も今週末から明石さんとジョギングを始めようと思っていたんだ。歌も付き合ってくれないか。仕方ない、あの筋肉バカにも伝えておけ。ああ、ここにおったんか、プロデューサー。社長が訪ねてきよったで。
例のラベリッタの件やないんか。わあ、ごちそういっぱい。盛大なパーティーですね。よく全員集めましたね、プロデューサー。スケジュールの調節大変だったんじゃないですか。俺様のスケジュールもわざわざ合わせてやったんだ。感謝することだな。ゼンちゃん。って、いや、なんでもねえっすわ。仕事を優先すればいいもの。皆さん、わざわざありがとうございます。つうか、なんでちょっかり社長までいるんすか？皆さん、大事なこと忘れてますよ。上条さんが帰ってきたら、ちゃんとみんなでいようって話したじゃないですか。そういえばそうだった。バタバタしていて、ちゃんと言えてなかったね。みんなでって、声を揃えて言う気？お遊戯会かなんかかよ。いいのいいの。ほら、プロデューサーさんも。さん、おかえりなさい。ウタさん、待ってましたよ。おかえり、ウタ。ウタくん、おかえり。おかえり。家出とかだっす。ウタ、おかえり。待て。騒がせ、余計な気をもませてすまなかった。上条さん。ウタ、満を持してのデビューだ。俺の才能をすぐに見せつけてやる。せいぜい抜かされないように、無駄にあがくことだ。望むところですよ。よく考えたら、この間のライブ前祝いの時に社長、寮に来てなかったっけ。それな、俺も思ったんだよね。なぜにまた社長のところに顔を出しに行く必要があるのか。俺たちが見えないところで社長もサポートしてくれていたことでしょうしね。にしても、なんでレイグランツからは俺なんだ。こういうのはアンゴの方が向いてんだろ。はい。ファンの子かな。そうか。ありがとうございます。俺たちのことを知っていてくれるだけでも嬉しいのに。またライブ遊びに来てくださいね。
ほら歌。ああ。ほら手出せよ。それかペンとなんか書いていいもん。ライブ欠かさず来いよ。へえ、千尋があんな風にファンの子に接するなんて少し意外だったな。足りめえだろ。トップになるにはファンを大事にしなきゃだろ。つーかよ歌、歌唱レベルはそこそこかもしんねえけどファン差ができねえとかてめえもまだまだだな。いきなりで少し驚いただけだ。貴様も心構えだけはそこそこのアイドルみたいだな。歌、俺たちもみんなに負けないよう頑張っていこう。当たり前だ。曲も歌詞も歌もパフォーマンスも、それからファンサービスも誰にも負けない。俺たちのライブ映像ですよね。こうして見るとなんかすごく恥ずかしいな。あ、はい。ゲン、ここにいたのか。探したぞ。ウタ、曲ができた。歌詞を書け。もうできたのか。つい 2,3 日前にも一曲書き上がったと俺のところに持ってきたはずなのに。もちろんあれにも歌詞をつけろ。それが終わったらすぐにこの曲に取り掛かれ。わかった、頑張ってみる。でも俺は歌ほどのスピードでは。期待の作詞家なんじゃなかったのか。ああ、歌に負けないようにすぐに仕上げてみせるよ。